中国経済産業局が主催するこの座談会には、書店の関係者およそ20人が参加しました。自分で携帯小説を書いているというアイドルや、生まれた時から本に囲まれて育った書店経営者など、本好きの5人が登壇し、書店で本と出会う意味などについて意見を交わしました。でよくあったのが、自分が悩んでたりテーマだと思ってる思いを持って本屋に行くと、ふとして開いたページの中に答えがあったりするんですよ。ポップとかそういう先ほどの感想文とかがあると、あ、気になるなって思う内容がすごくこの感じる時があるので、世の中を映し出す一つの場が書店なんではないだろうかというふうに思ってまして。全国的に書店数が減る中、中国地方では書店のない自治体の割合も増えています。本屋というのは地域に住んでいる人たちが、何ですかね、安心して地域で過ごすための基盤みたいなもの、そのパーツピースになるんではないか。中国経産局では、書店は地域の活性化に欠かせない存在だと考え、プロジェクトチームを立ち上げて書店のない自治体を減らそうと取り組んでいます。